結局なんで桐たんすがいいかっていう根本をお話しすると、日本は今は季節がこうカラッカラに乾いてますよね、はい、乾燥しているわけですよ。3ヶ月か4ヶ月するともう入梅っていうか、はい、梅雨になって湿度 70% とか 80% なるでしょ、はい、もう今せいぜい 20% ぐらいだろうけども、はい、だからそんだけわずか3ヶ月4ヶ月で急激にこう湿度変化のある国って少ないんですよ、うん、そういうところで暮らしてる我々っていうのはダメージが大きいわけよ。だからそのダメージをいかにこう防ぐかっていうことを先人が考えて桐の木を使ったわけです。